親たちは長い間祈ったことの事実になろうとする時になったことを知りながら、結婚をさせて源氏の愛の得られなかった時はどうだろうと、悲惨な結果も想像されて、どんな立派な方であってもその時は恨めしいことであろうし、悲しいことでもあろう。目に見えることもない仏とか神とかというものにばかり信頼していたが、それは源氏の心持ちも娘の運命も考えに入れずにしていたことであったなどと、今になって二の足が踏まれ、それについてする反問も甚だしかった。